こんにちは。今回はセリアで購入してきたものをご紹介していこうと思います。データもこちらの種類だけなんですけど、多分ね、全色買ったと思うんですけど、こちらご紹介していきます。ソロフィムって糸ですね。こちらはミルフメソックヤーンの単色版って感じですね。余ってましたって感じですよね。もちろんね、段染めだけで作品作ってもめちゃめちゃ可愛いんですけど、皆様思われてたと思うんですけど、単色があれば組み合わせたくさんできるなーっていう感じですよね。もうちょっとね、色の、なんていうかな、種類が出てくれたらなーっていうのは個人的には思うんですけど、中でちょっとご紹介していこうと思います。めちゃくちゃ嬉しいんですけど。これはね、カラーナンバー1番。アクリル 100%、35g、105m 入っています。かぎ針が4号から5号ですね。で、こういうの。こちらと、番号順に、こちらが2番。この辺はね、同じような色ですよね。カラーナンバー2番。比べると色の違いがわかるって感じで。で、こちらが3番。3番。ちょっとベージュっぽい感じですね。うっすらベージュ。でね、4番が、3番。4番がこちらですね。こちらね、ちょっと使ってるんですよ。今編んでて、組み合わせをしてたんですけど。こちら4番。ちょっとグレーっぽい感じですね。うっすらグレー。で、5番。5番がこちらの、結構見た目からしてベージュっていう感じのカラーですね。5番。で、こちらが6番。結構鮮やかな黄色。こんな感じの。でも使いやすい黄色って感じですね。でね、7番。7番がこちらの緑。結構ね、最近こういう緑が好きで。だからね、最初に編んでみたんですよ。こちらが7番ですね。いいな。で、こちらが8番。紫。紫もね、この薄い版が出てほしいなって感じですね。紫だけだとね、ちょっと、使いにくいかなと思ったんですけど、一応ね、綺麗な色なので買ってみました。全色気になるので買ってみますよね。でね、こちらが9番ですね。こちらの色も組み合わせやすいので、すごく好きですね。というの。で、こちらが10番ですね。10番は結構、どの色にも、この辺かなって感じですね。色の合うの。ベージュも合うかなって感じ。こちらのこの色も合うかなって感じで、結構ね、色の組み合わせもしやすいんかな、全体的に。結構ね、はっきりした色が4つありました。これもはっきりした色。こういうね、自然な感じの色がたくさん出てると組み合わせやすいですよね。でね、ミルフメソックヤーンでも結構細めの段染めもあるんですけど、こちらもね、合わせれたらいいなとか思うんですけど、結構ね、細さが若干なんですけど、違うなーっていう感じで、組み合わせれるのかな。でもこれもちょっと編んでみたら変わるかもしれないですけど、ちょっと組み合わせてみようかなと思います。とりあえずね、この同じ太さだなーって思うので、この組み合わせは可愛いかなと思って、ちょっと編んでみたんですよ。でね、この靴下編んでるんですけど、これでね、しましまにしようと思って、緑、この緑が気になるので、緑で始めて、で、こちらのちょっとグレーっぽい色を使ってみました。この辺にしようかなと思ったんですけど、これもね、真っ白じゃないから、使いやすいなと思ってしたんですけど、ちょっとグレーっぽいのも合わせてみたら、すごく良かったですね。ちょっとシルバーっぽくも見えるかな。こんな感じで、めちゃめちゃ可愛くなりました。ちょっとね、靴下今編んでて。で、これはね、同時編みしてるんですけど、もうちょっとでね、かかとのとこに行くんですけど、結構ね、同時編みすると、進みが遅い。これをね、ちなみに、七色彩色。こちらのシリーズもめちゃくちゃ好きで、ストックをいっぱい持ってるんですけど、見やすいですよね、やっぱり。この色もね、いろんな色、売られてますよね。前のね、黄色とかもあったと思うんですけど、最近見ないんですけど、これはもうないんかな。黄色とかもすごく気になってて、黄色もね、すっごい、なんかこういう落ち着いた黄色じゃなかったと思うんですよ。薄い黄色なんですけど、私は好きなので、また販売してほしいなとは思うんですけど、個人的に。でもめちゃめちゃ可愛いですよね。だから編みやすいから、まあ、靴下としてもね編んだら面白いかなと思って、でね、このメリヤス編みがねとりあえず好きで、でもね編み物大好きだから棒割りもしちゃいますよねで、私かぎ針も細編みが一番好きで、棒針もメリヤス編みがひたすらしたくて、まあ、こういう靴下とかもねちょっとやってみてるんですよ。もうずっとメリヤス編み編めますよねもうちょっとしたらちょっと柄を入れたいなとか思ってくるのかもしれないですけど、すごくね棒針も楽しいんで、メインチャンネルではねやらないと思うんですけど、機会があればサブチャンネルでご紹介していけたらなと思います。作ったものとかこんな感じでちょっと作ってるものと購入品の紹介をしてみました。こんな感じで購入される時の何か参考にしていただければ嬉しいです。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。